散水中の小説パイプ小説パイプは、道路に埋め込んだパイプから路上に設置したノズルを、通して路面へ、地下水を散布する、除雪、融雪、路面凍結防止装置である。降雪中に効果を発揮する、小説パイプ線路への散水例小説パイプの発案者は、諸説あるが、柿の種で知られる何和や生家の創業者で、新潟県長岡市の市議でもあった、今井与三郎が、 周囲には雪が積もっているにもかかわらず、地下水の滲み出している箇所にだけ雪がないことに目をつけ、昭和30年代に考案したとされる。今井は井戸から暖かい摂氏13度の地下水を組み上げ、これを長岡市の行動に散水して雪を溶かす装置を設置することを訴えて、1961年にこれを実現させた。長岡市は、 1963年1月30日に観測史上最高となる3メートル18センチメートルの積雪を記録し、市は完全に雪の中に閉ざされたが、小雪パイプを設置した延長3.7キロメートルの道路だけはアスファルト路面が現れたままで、小雪パイプの絶大な効果に誰もが驚いたと伝えられている。小雪パイプ、小雪管、 融雪管などの名称が新潟県内ではよく用いられているが、北陸地方などで融雪装置、消雪港といった場合、この消雪パイプを指す場合が多い。消雪パイプは発祥の地である長岡市をはじめ、長野県北部、山陰、北陸から東北の平野部で雪が多く降る、比較的気温の高い地域の幹線道路でよく見られるが、 北海道や山間部など気温の低い地域では小雪水自体が凍ってしまうため路面に埋設された電気ヒーターや温水管を熱源とすることで融雪するロードヒーティングが多く用いられる小雪パイプを設置したことで茶色く染まった道路積雪で融雪装置の水はけが悪くなり冠水した道路小雪パイプは豪雪地帯における道路の積雪対策として 交通障害を救う装置として、北陸地方、東北地方の各県に急速に普及したが、その反面多くの弊害も生み出した。最も顕著なものが地下水の汲み上げすぎによる地盤沈下であり、一部の地域では深刻な問題となっており、地下水の汲み上げをコンピュータで制御する方法も採用されている。このため道路を管理する地方自治体は地下水に変わる。 新たな水源の確保が求められた。1987年、建設省はその水源に多目的ダムを利用する方針を採用し、雪対策ダム事業として、省流節用水という新目的を1990年に設けた。富山県を中心に、北陸地方のいくつかのダムで実用化されている。その他、河川、用水を利用した施設も検討され始めた。また、 地下水位のウェブ公開による節水への呼びかけといった取り組みも行われている。青森市では港に近い青森駅前一帯の融雪水に海水が含まれており、特に頻繁に通行するバスやタクシーの車体の腐食が問題となった。その他にも現在設置されている小雪パイプの多くが初期に開発された噴水場に水をまくもののため雪の溶ける箇所に 村ができ、溶けきれずに残った雪と水が混合し、シャーベット状の雪となり、歩行者の通行に支障をきたすほか、気温が下がって、路面凍結が発生した場合に、雪だけが凍ったものに比べ滑りやすくなってしまう。水はけの悪い箇所や、雪詰まりなどで排水能力が落ちた場合、巻いた水が溜まって道路が冠水したり、歩行者へ跳ね水がかかってしまうこともある。また、 開発当初の小説装置は、構成が多く赤錆、腐食などが原因で、装置自体の破損や道路を汚すなどの弊害も出てきている。その対策として、ステンレス製品や塩化ビニル缶といった腐食の少ない材料を使うようになってきた。横からの酸水冷初期に開発されたもので、道路の中央線付近に一定の間隔で設置し噴水上に水をまく。 このタイプが設置されている道路は断面で見た場合に中央付近が最も高くなっており両端が最も低くなっていて巻いた水が道路の両端へ流れるようになっている。比較的最近開発されたもので道路の両端に一定の間隔で設置されている。蒸気のもののように高く水を撒くのではなく横に水が湧き出るようになっている。 このタイプが設置されている道路は両端が高くなっており中央付近が最も低くなっている中央付近に排水口が設置されそこに水が流れ込むようになっているこの排水口には落下防止の蓋が設置されているシングル配管とは小節パイプより枝管で直接水を小節ノズルに送る方式であり各小節ノズルに調整ノズルが内蔵されている この方式が主流となっている。個別で調整ができるが、小節ノズルが複雑になるため若干コストがかかる。ダブル配管とは送水用の太いパイプと散水用の細いパイプを並列し、送水パイプから散水パイプへ、そして散水パイプから枝管を通し小節ノズルに水を送る方式である。ダブル配管用の小節ノズルには調整弁がなく、 酸水管の系統ごとに調整弁をつけて調整する。系統ごとの小節ノズルの酸水が均等になる。各末端に清掃用ドレン口が必要となるため、ドレンの数が一路線で多くなってしまう。また、調整バルブに異常があると一系統で不具合が生じるため、この方式は減少傾向にある。新潟県では三上市など一部地域の市道で下記の 暑さ対策として2018年頃から小雪パイプを利用した打ち水を実施している。ありがとうございます。